フォードモーターは9月2日フォードマスタングシリーズの新型 EV フォードマスタングマッハ E フォードムスタングマチ E 向けに走行サウンドをミュージシャンと共同開発したと発表した。マッハ E とは1970年代の2代目フォードマスタングに用意されていた高性能モデルマッハ1を連想させるネーミングだ。マスタングはフォードを代表する伝統のスポーティカーであり、マスタングマッハ E はパフォーマンス志向の電動 SUV になる。マスタングマッハ E には永久磁石モーターを搭載する 4WD のエクステンディッドレンジ AWD 仕様の場合、最大出力は 346HP、 最大トルクは 59.2kgm を引き出す。フォードモーターによると0から96kmh 加速は5秒台の半ばという。マスタングマッハ E には2種類のリチウムイオンバッテリーを用意する。スタンダードレンジ RWD とスタンダードレンジ AWD には蓄電容量が 68kWh だ。高輪駆動モデルの場合、1回の充電での航続は最大 370km に到達する。エクステンディッドレンジ RWD とエクステンディッドレンジ AWD では蓄電容量が 88kWh に増える。後輪駆動モデルの場合、1回の充電での航続は最大 483km に到達する。マスタングマッハ E は急速充電に対応している。10分間でおよそ 100km 走行分のバッテリー容量が急速充電できる性能を備える。フォードモーターはこのフォードマスタングマッハ E 向けに走行サウンドをミュージシャンと共同開発した。米国デトロイトを拠点とするミュージシャン音楽プロデューサーのマシュー・ディアー氏だ。マシュー・ディアー氏はフォードのエンジニアと協力しながらSF 映画を参考にしてマスタングマッハ E の走行サウンドを開発した。完成した走行サウンドの題名はニューブリード。ニューブリード、クラシックな1980年代の SF 映画からインスピレーションを得て、シンセサイザーを使いながら SF ファンタジーのように聞こえる走行サウンドを制作したとしている。